国宝と世界遺産のある珍しい道の駅、縄文のロマン、南茅部。初めての機械式スタンプで4個目ゲットです。売店はこじんまりした感じです。中空土偶だけに中身が空だったりしてね、わらわら。世界遺産史跡柿の島遺跡。
それでは国宝を見に縄文センターに入ってみましょう。
おお、これが国宝の中空土偶なんという神秘的美しさでしょう。一昨年までは北海道唯一の国宝でした。現在は白滝遺跡群出土品が加わりました。そうそう、先ほど購入した土偶もなかしっかりと餡が入っており、美味しくいただきました。